ところが時代が変わります。80年代。そう。ソ連が崩壊するんですよ。ソ連崩壊の影響ってあまりにも大きいんですよね。なんでかというと、米ソという巨大な二大国、二極状態だったところが、すべての秩序を作ってましたから、ソ連が壊れたことで何が変わったかというと、外交的に大きく変わったのがインド。中の政治が 変わり始めたのが中国ですよね。中国は共産主義っていうものの仲間を失うことで、このままでいいんだろうかって言って、経済的には資本主義を選択するようになっていく。これが鄧昌平の頃でしたよね。改革解放。あれはやはりソ連というものがなくなった。ソ連がなくなった影響で、むしろ独自路線を走るようになったのは北朝鮮ですよね。 北朝鮮と韓国で、韓国はアメリカが作り、北朝鮮はソ連が作ってたんですよね。ところがバックアップを失った。どうするのって言った結果、独自路線の王国化していったのが北朝鮮だったわけですね。そんな中、インドはソ連を失ったことで、アメリカに対抗する仲間を失いました。じゃあどうするのと言って、この80年代はルックイースト政策と言いまして、その時もう伸びていた日本であるとか、 韓国であるとかをちょっと今日関係を強化していこう。そう。日本というのはこの時アジアのリーダーになってたんですね。正直中国が改革解放に至ったのはこのソ連崩壊以降の話ですし、インドもこのルックイーストって言った頃にですね、えー、どこかアジアでいけてる国はないかってなったわけです、ね。中国以外でいけてる国はないかお、日本すごいな。そうです。日本は栄光の50年代から70年代までというのが もう素晴らしかったんですよね。80年代初頭にバブルが崩壊して名残があったのは80年代までだった。90年代までは日本人はその衰えに気づかなかったけれども、0年代から圧倒的に差をつけられていく。そういうことなんですよね。はい。この輝かしきですね、この80年代ぐらいまでの日本を見てですね、インドはルックイーストだって言って、日本との関係とかとも結ぼうというふうになってきます。ところがですね、この ね最中ですね、90年代が訪れます90年代でこれインドはですね生まれ変わるんですよ。なぜか実は50年代から80年代までで日本は圧倒的な成長を遂げるんですね。ところがこの50年代から80年代インドはものすごい低迷するんですよ。インドはねその国内の産業を育成しようと思うがあまり外資系の進出に関しては厳しい。 ですね。ルールを設けて、障壁を設けてました。さらに国内での産業に関しても国の認可を取らないと自由に商売できないみたいな規制が強かったんですね。なので国が主導で計画経済をやるという形で言うと、どちらかというと社会主義的な計画、計画経済の雰囲気がまだあったんですよ。だから資本主義の自由な競争っていうものはあまり導入しきれてなかったんですよね。なので、 政治的には民主主義政治、投票して、一党独裁じゃないっていう感じでやってたんですけれども、経済的にはどっちかというと社会主義政策的な感じだったので、伸び悩んでたんです。のその伸び,伸び悩みに一回打撃がパーンと来たのが91年代。91年。湾岸戦争。湾岸戦争で、あの中東のあたりとか、石油の価格とかが高騰した時に、大打撃が来るうんですよ。 アジアの中でも中東に近いインドはですね、そのお、出稼ぎにもたくさん行ってたんですね。その出稼ぎの費用が送られない戦争が始まったことによって。プラス、石油が価格高騰する。エネルギーが高騰すると人口の多いインドは打撃もっと大きいわけですね。そこで実はなんとですね、<laughs> 債務不履行、デフォルト寸前までインドは追い込まれてるんですよ。91年に。そんな中で、 新しく財務大臣になった新財務大臣がですねこれは規制改革しようって言って鄧小平が改革開放したのに少し遅れてですねインドも規制撤廃外資も参入 OK 改革開放やったんですよその結果90年代成長が始まっていくんですねはい日本がバブルに入って落ち込んでいくのも90年代中国やインドが伸びるのも90年代 逆転が始まるんですよ。そしてさらにインドが特殊なのがこの90年代になんと核を保有しようとするんです。これは大きな転換ですよね。経済を自由化するだけじゃなくて核実験を始めるんですよ。もちろん最初アメリカ黙ってません。ね。5体と5大国しか核を持たせないんだぞっていうルールを作ってましたからね。 なんでそんなことをするんだということで経済制裁を食らわすんですねインドにところがインドはインドでですねまあ思うことがあるわけですよねうんいやアメリカさんと言うてますけど我々トラウマありますよとそれ何か中国が攻めてきたんですよ中国核保有国ですよ戦勝国ですよねその上で経済も伸び始めてますそんな中国に我々60年代攻め込まれてます 中国に対して自分たちが攻め込まれないためには同じく核持つしかないんですっていう対中のですね安全保障理論が一つともう一つインドが主張してたのはっていうか核拡散防止条約っておかしいじゃないですかって戦勝国5カ国だけが核を持つって非常任理事国に差別的じゃないですかそんなのは本当の平和条約じゃないって言ってですね そういう主張を毅然とやって核実験をやって核持っちゃうんですよ。すごいですよね。ところがこのですね、成長しているということと核を持つということが合わせ,合わせ技できましたよね。ソ連は崩壊してるんですよね。アメリカ一極の時代に入ってたんです。アメリカは正直一強になった時に軍事的に怖い国はない。 となった中で、商売のことを考え始めてたんです。なんと、この90年代、核保有したインドに対して、0年代、アメリカは接近し始めます。制裁を加えるどころか、接近し始めるんです。なぜでしょうここがすごく面白いところなんですよ。インドは人口が多いんです。そのインドに対して、核、 保有する代わりに、原発を売らせてもらえないかと近づいたんですよ、アメリカは。原子力発電所をインドの人口で売ることができれば、ボロ儲けなんですね。なので、アメリカは先んじてインドにですね、その原子力に対して、原子力合意、米印原子力合意というのを取り付けて、原子力発電所を売ろうとするんですよ。 そしてインドはそのアメリカからの合意というのが事実上国連で核の保有を認めたようなもんだというところをうまくついていくんです。実はこの核拡散防止条約に入ってない国と核の取引、原子力関係の取引ってのはできないことになってるんですけどアメリカが一番強いですから原発売りたいですから 特例措置として、核拡散防止条約に加盟していなくても、原子力関係の取引をしていいという特例措置をインドは認めさせることに成功するんです。ところが実はこれには種明かしといいますか、あの、後日談がありまして、インドはですね、実は法律の作り方がですね、ちょっと違いましてですね、法律でですね、 その原子力発電所とかが事故を起こしてしまった、メルトダウンとかを起こした時の賠償をどこがするかというものの法律の中に電力会社だけじゃなくてなんと原子力発電のその発電所のメーカー発電機のメーカーも賠償するって言ったんですよ。これどういうことか。つまりインドでアメリカ製の原子力発電所が 事故ったらアメリカも賠償しなきゃいけなくなるんですよ。この法律によってアメリカはなんとあそこまでインドを手厚くもてなして核拡散防止条約じゃなくても取引しようねっていうところまでやった上で手足しできなくなっちゃったんですよ。アメリカは。アメリカはインドのマーケットに入るのが怖くなって うーんってなってた中で原発を推進したのはむしろロシアだったんですね。なので、ロシアとインドの結びつきというのは、先ほど言ったように武器だけじゃなくて、石油を売るっていうエネルギー、プラス原子力発電でも結びついてるんです。エネルギーと軍事で強烈に結びついてる。これはアメリカとロシアというものの関係の中で、 手綱を惹かれながらインドどっちの味方なのの中でアメリカを利用しある時はロシアを利用しといううまいことバランスを取ってきた結果今の状態にあるということなんですねさあそんな0年代アメリカが接近したそれが後に不意にねされてしまうとも知らずに、えー、インドは、えー、見事ですね核保有国になっちゃいまうんです これなんと実はですね、インドのお隣のその先ほど言ったパキスタンもほぼ同じタイミングでインドが持ってるんだからそれは隣も持つでしょって言って核保有国になりました。なのでその国連のね常任理事国以外は核持たせないよって言いながらも持たせるっていうことに対してこう容認してる国っていうのもどんどん出てきちゃうんですよね。日本は持ててないわけですけど、まあ持てたらいいかどうかわかりませんよ。ね。だけども持たないわけですけども インド、パキスタン、そして北朝鮮なんかは核の実験をあーと言ってる間にこうして核保有国になっていくということだったんですね。そんな中、10年代がやってきます。10年代になるとどうなるか。そう。中国がもう爆飲みしててて,てるわけですよね。もう10年代にもスマートフォンとか。 ねえ、だからファーウェイとかねバイドゥとかねいろんなそういうですね、そのテック系のですね、産業がガンガンに伸びたということで、中国は大躍進を遂げて、20年代で米中貿易摩擦とか IT とかですね、派遣争いなんていうことにもなってきたわけですよね。この10年代、ブリックスって言葉があったんですよ。ブラジル、ロシア、インド、中国、チャイナですよね。 インディア・チャイナということでその中でも一番リードしてたのがチャイナ二番目にリードしてたのがインディアだったわけですよチャイナとインディアがガンガン伸びていくんですね。このインドの成長には今のモディ首相ってのが出てくるんですよね 先ほど財務を立て直して改革開放した新首相。この新首相は2期10年あるんですけども、後半は閣僚が汚職したりなんかしてですね、結構成長が鈍化するんですけども、そんな中でモディ首相、現在のモディ首相が現れて、さらなる改革をしたことで伸びていったということなんですね。経済をどんどんと成長させた中国とインド。この中国とインドは、ものすごいアジアの中で経済を成長させていくので、 実は最大の貿易相手になっていくんですよ。はい。ここで中国とインドの関係を示す言葉が出てきます。それが、政霊経熱。政治は冷えてるけど、経済は熱い。どういうことか。 経済がホットなのは、共に成長しているアジアの国だからですよね。えー、片方は中央アジア、片方は東アジアの名手なわけですよね。それが共に経済がバンバン成長している。ねえ、すごいじゃないか。しかし、トラウマがあるんですよね。そう。1960年代の国境問題。これに関してはずっと解決しないんですよ。 このチベット問題というのもそもそもなかなかに激しい問題ですよね。中国は国内で多くの民族紛争を抱えていて、チベットもその大きな一つですよね。そのチベット問題の中でも国境、しかもヒマラヤ、これどうするのっていうことで言うと、これは容易に解決はできない。しかも攻め込まれてるっていうところもある。だから政治的にはピリついてるから、むしろ政治的にはですね、その中国ではないんですけれども、 経済で繋がっていくと。経済は貿易はお商売は繁盛するんですよ。ただ政治的には。はい。そんな中でですね、20年代、中国がより拡大しようとしてくるんだよね。60年代のトラウマを刺激してくるの、インドの。中国でかくならないでねって。中国こっちまで来ないでねって、インドはずっと思ってるわけ。 ところが中国はそう。習近平体制がどんどん完成するんですよね。そして言ったわけですね。異例の3期目に途中入した習近平主席はですね、一帯一路構想って言うんですね。一帯一路構想というのは、陸はシルクロードでヨーロッパまで、そして海はインド洋を経てヨーロッパまでという巨大な経済圏を作るわけです。 このインドの下の海、インド洋を中国はその一帯一路のルートに入れてるんですよ。これで震え上がったのがインドですよね。インドがインド洋を中国がバンバン使うってなるともう飲み込まれるんじゃないかっていう恐怖があるわけです。ここでインドはアメリカを使うんですね。アメリカは原発を売りたかった。 だけではなくて、インドは重要な土地でもあるわけですよね。はい。なぜか、中国とピリつき始めたから。かつてはロシアとピリつい、ソ連とピリついてたから、米中和解だったわけですよ。その時インドは敵だったわけですよね。ところが今、中国がバリバリアメリカの地位を脅かしてるってなると、昨日の敵は今日の友になってくるわけですよね。 中国がインド洋を目指すのであれば、アメリカはそのインド洋を中国には通らせたくないわけですよ。ってなると、中国にインド洋を通ってほしくないインドと仲良くしていくということでできたのが、クワッド。最初に私が説明した、米、日、ゴー、インというアメリカ、日本、インド、オーストラリアというインド太平洋を 軍事同盟ってやつなんですよ。まあ、実際軍事同盟っていうのは強調してはないんですけど、安全保障上の同盟ということで、インド太平洋っていう言葉がここそのあたりから出てくるんですね。それどういう意味か。今まではアジア太平洋って言われてたんですよ。太平洋と日本のね、この西側の大きい海ですよね。でもこの日本の西側の大きい海とアジアは面してますけども、インド洋と太平洋って、 ちょっとそのシンガポールとかフィリピンとか挟んでますからちょっと違う海じゃないと思いませんでもそこはですね、要するにインド太平洋って日本とかアメリカが言い出したのは中国の一帯一路警戒なんですよ。中国の海洋進出に対して警戒するための包囲網としてインド、日本、そしてオーストラリアという外側で囲むっていうのがこの構想なんです。 さあ、ここでどんどんと複雑になってきましたね。複雑ですよね。え、ロシアから武器とエネルギーもらってるんですよね。中国には商売をしてるんですよね。うん。でもアメリカと日本とオーストラリアとで中国を警戒してるんですよね。そんな中、ロシアがウクライナに攻め入っちゃったんですね。 でそれの制裁をアメリカがかけよようと言ってきてきるんですよね。それに対して「危険」ってインドは言ってるんですよね。でインドのモディ首相はプーチンに対してですね「今は戦争の時代じゃない」って言ってピリッと一個釘をは刺すんですけどとはいえプーチンはそれは分かってるとあなた方の気持ちは分かってる早期に解決したいというものの。 決して早期に解決するという感じにはまだなってないんですよね。なので、このインドとロシアの関係はまだまだ深いんですよ。でもインドロシアでも関係があるがゆえにアメリカを無視するというとアメリカは無視できない。なんでかというと中国が怖いから。でも中国は怖いから外に追い出そうなんていうできない。なぜなら商売相手だから。はい、これってすごく難しくないですか この状況をインドでどういう風うに言ってるかというと、これですね。グランドチャイニーズチェッカーズって言うんですよ。何それ。グランドチャイニーズチェッカーズってあの、藤井文也さんですか違います。チェッカーズです。グランドチャイニーズチェッカーズというのは、チャイニーズチェッカーズっていうのはゲームがあるんですよ。ボードゲーム。どういうボードゲーム六方星の形になってて、なんと6人対戦チェスなんですよ。 調べたら出てきます。ええー、なんか見たことのあるようなないようなって。実はこのチャイニーズチェッカーズと言いながらも、発祥はドイツらしいんですよね。複雑ですよね。そういうですね、六防星の六人対戦チェスのグランドってのは巨大なってこと。つまり、複雑に入り組んだ多国間の戦略ゲームって意味。それを今インドはやってるんだって。そりゃそうだよね。 ロシアからは武器とエネルギー。中国からは商売。アメリカは安全保障。それをうまくこう、こうやりながらやっている。普通おかしくなりますよ。そんなのうまくいくっていうの。ただね、ここがポイントなんだけど、インドは自信があるんですよ。なんでかっていうと、成長してるから。人口増えてるから。 産業伸びてるから。むしろこのグランドチェグランドチャイニーズチェッカーズ状態っていうのは場の中心的存在になれるってことでしょうだから石油買いまくってもみんな挨拶に来るのよ。G20 の議長国になったのもインドなんですね。なので今インドは 全体と対等に会話できる状態になっているので、もしかしたらロシア、ウクライナにおいても、もしかしたら出口戦略を見つけれる、キー、キーパーソンになれるかもしれないとも言われてるんですよね。ロシアとも中国ともアメリカとも対話ができるわけですから。そうやってアメリカがこっち来いよ、中国がこっち来いよ、ロシアがこっち来いよって言われてるってことは、これモテモテってことですよ。 その人がイケイケってことなんですよ。だからモディ首相は言ってるんですよ。独立100周年まであと25年ですと。今大きな大きなドアが開こうとしていますと。だから皆さん宣言させてください。このインドは残りの25年これからの100周年までの間に巨大な先進国になると宣言させてください。 先進国。もうすでにレベル的にはかなり高いとこまで来てる。その上でどこを目指しているつまりアメリカ、中国の次の第三の大国になるぞっていう宣言なんですよ。中国は中国で似た時期に成立してますから、100周年はその2年後ぐらいなんですね、インドのね。そこに向けて偉大な中国を取り戻すとも言ってるんですよね。 ところが中国はいろいろ懸念点あるんですよね。少子高齢化がこれからガッと進むぞとか、ちょっと経済的に鈍化してるゼロコロナ政策一回失敗してるとかね。習近平に一極集中でかなり強い状態になってるけど、いろんな問題点があるっていう中でインドもぐわーっと来てる。アメリカはそれをどう抑え込むんだっていう中になってる。ね。代はアメリカ一強の時代から多極化の時代に進んでるって言われてるんですよね。そう。 二極から一極、一極から多極になっていくかもしれない。中国はちょっと鈍化してるけど、それでも強い。アメリカはグラグラ揺れてますよ。シリコンバレー銀行が破綻だなんだ。いやいや、アメリカの金融システムはまだ盤石です。言ってもまだ世界一強いです。でもなんかグラグラし始めた。あの頃の一極の状態のアメリカじゃない。そんな中で、米中なの、米中なのなんて言ってたら、ぐわっと出てきたのがインドなわけですよ。 彼らはもう40年代見てるんです。2040年代です。その20年後、もうインドは中国、アメリカと匹敵するか超えるぐらいの力を持ってた、持っていたとしたら、我々はどういう未来が待ってるのか。これ想像しなきゃいけないわけです。日本は20年前、中国やインドがこんなに成長することを全く想像してませんでした。そうですよね。 中国やインドは2000年とか90年代までは全然日本の方が上だったんですよ。90年代、80年代なんてまだ日本元気でした。本当は80年代までがその日本なんですけどね。日本の全盛期なんですけど、本当に言ったら本当は70年代までです。80年の初頭にはもうバブルは崩壊してるので、日本の全盛ってのはやっぱ60年代、70年代なんですよ。オリンピックイエーイテレビがギャー ねえその時代ですよもうテレビが最高に盛り上がって東京オリンピックがあったの60年代70年代すごかった80年代でバブル崩壊90年代でおかしくなってそこから失われた30年って言われてるわけですねそんな風にガラッと変わっちゃうそんな中でこっからの20年インドは来る準備はできてるみんなそれが分かってる そんな中で日本ここからの10年どうすんのでも諦めちゃいけないんですよね。中国もインドももうダメだってデフォルト寸前まで行ってこれまでの政治じゃダメじゃないかっつってね。インドの改革すごいですよ。ね。それまでも利権とか大企業とかいろいろあったわけですよ。だけどそれまでの利権とか規制とか撤廃していろんなものを自由化して商売ガンガンやっていこうぜってやって。 それでその、どん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 うまくやら、やっていこうって言ったら20年で逆転しちゃうんだから。日本だってもう大ピンチまで行った上で、今あるわけのわからない規制とか、謎の既得権益をぶっ壊したら、20年で一気にもう一回逆転するってこともできるかもしれない。そういうこともインドから学んでいく。そう。ルックイースト。インドは日本をかつて見てた。今これから日本に求められる何か。 ルックインディアなんですよインディアの成長を見て取り入れることができればまた上がるかもしれないそんな授業でございましたではまたライフスクールプログレス限定イベント番組観覧エキストラ出演日本中、世界中から年齢も職業も様々な仲間が5000人以上集う人生の学校 中田敦彦をもっと応援したい人も中田敦彦に夢を応援された人もきっと居場所が見つかる入学30日間無料キャンンペーン中人は何者にでもなれるいつからでも次はあなただ